軽自動車届出済み証軽自動車届出済み証は、検査対象外軽自動車の道路運送車両法施行規則第63条の2に基づく届出もしくは道場4に基づく記入申請手続き完了後に、運輸管理部長、または運輸支局長より使用者に対して交付される書面である。検査対象自動車でいう、自動車検査証、原動機付き自転車でいう、 標識交付証明書に相当する。運輸支局に届出をすれば、ナンバープレートと軽自動車届出済み証が交付される。軽自動車届出済み証は A4 サイズで登録者の検査証と同様の用紙に印刷される。電算化される2019年6月までは、3枚、副写式の軽自動車届出書、または、 軽自動車届出済証記入申請書の2枚目で書類を提出し運輸管理部長、または運輸支局長に承認されると、町の押し出し印が刻印され、使用者、または持参人に2枚目のみ返却された。書類は全国共通用式で A5 サイズであった。なお、記載事項に変更がなければ、従来の A5 サイズの休用式も有効である。 道路運送車両法施行規則第63条の3の規定により、当該自動車に備え付けが義務付けられる。検査対象系自動車の手続きは、軽自動車検査協会で行うが、検査対象外系自動車に関する手続きは、軽自動車検査協会では行えない。ありがとうございます。